キラやりみ救急隊をやめようと思います。は、助かってることの方が多かったけどな。一緒に頑張ろうって言ってきた。ミキラ、何やりみ救急隊をやめようと思います。は、え、またいつものあれ、前回の冗談みたいな。うん、え、もう今日この後やめる。なんで？まあ理由はいろいろあるんだけど、うん、まあまあまあ、まずはね、まあちょっと体調がちょっと結婚するってことで、うん、ちょっとショックだったというか、まあまあ分かってたんだけどね、いつか結婚とかそういう感じになることは分かってたんだけど、うん、まあその上でね入ったんだけど、まあ、いざ結婚式の話とか聞いてるとまあ辛くなっちゃったし、まあまあまあ、うん、向こうもかといってその話をしないっていうのもあれだし、うん、そう感じで。だからやめるの？まあ完全にね、まあそれに関してはもうこっちは完全に騒いで勝手に気づいてるだけだから、まあまあまあそれはあれなんだけど、うん、とか、まあそのリーさんの話とか、リーさんの話とか聞いてて、まあその白市民が安全じゃなくなってるっていう事例が明確に出ちゃって、うん、まあ結構アシラも、まあまあ、その、実動隊と、に行って自分から危ない目に遭ってるとはいえ、実動隊じゃなくても危ない目に遭う機会がかなり多くなってきてて、ちょっと、なんていうかな、ヒヤヒヤするというか、まあずーっと、なんだろう、ドキドキする状態みたいな、うん、続いちゃってるから、うん、もう本当に常になんか、何かやっててもずーっとヒヤヒヤしてる状態。まあ、昨日はイベントテロ罪があったから、うん、本当に改めて昨日思ったんだよ。なんか心の底から安心できるのってイベントテロ罪の時しかないなと思って。うん、何も起きないから。確実にね。でも常にさ、その勤務状態にしてる時、例えば1日の中で10分だけ出勤しただけでも、それでもヒヤヒヤしてる状態っていうのが、うん、まあ結構きついというとあれだけど、まあかといって遊びに行けばいいっていう話でもなくて、うん、まあどこに行ってもギャングはいるわけで、うん、そうっていう感じなんだよね。まあ、これはもう本当に誰が悪いとか本当にちょっと言うとあれだけど、まあそのよくさ、まあ4人で話したじゃん、その真っ白と銀とミキーラで話して、まあめちゃくちゃ話し込んでようやく理解できたんだけど、その根本的なその救急隊の、うん、まあその自己完結、何があっても自己責任っていう考え方を私が完全に入った時から誤解しちゃってて、うん、まあその会社みたいな感じで考えてたのね、うん、で連絡報告相談とかはもう絶対最優先ですべきであって勝手に思い込んじゃってて、細かいこととかも、まあまあ相談しちゃって、まあ結果的に、その、まあ救急隊の歴史とか雰囲気をちょっと、まあまあ揺るがしちゃうみたいなことをしちゃったのもあって。で、まあまあ、そこ、あれがまあ多分10月の頭ぐらい、そこからはもう本当に全然、もう報告とかはミキーラだけとか、うん、まあ、細かいことで言うと真っ白に相談するみたいな感じ。で、切り替えてきてたんだけど。で、まあ、大きめなことは銀に相談するって感じで決めたんだけど。うん、まあ、レースの時あったじゃん。うん。あの時、レース？そう、みんなでさ、レースでさ、ライデンで練習したじゃん。あの時ちょっとまあ、ヒヤッとする場面あったじゃん。終わった後。うん。BMC で。まあ、おそらく、個人技が起こしてたから、ギャングそう、だし、個人の素数だし、まあ、アンブレラの制服着てる人が来てたからすぐ。で、車の形状とかもまあ、おそらく。あとか、あの辺多いからさ、アンブレラ。大体アンブレラって分かってたから、めっちゃヒヤヒヤしながら見てたんだけど、まあ、まあ、事実だけでちょっと悪意なく言うと、まあ、おさむがさ、うん、まあまあ、目の前でダウン、なんていうか、レースを、みたいなのを妨害、まあいいか、まあその辺いいわ。事実だけ言うと、
まあ、必要以上に、その、車椅子でさ、踏んづけて、何回も踏んづけたりしてたんだよね。うん。うん、なんか、その、アーシがずっと言ってた、その、温度差とか、その、治安の話とかっていうのを、うん、まあ、話。まあ、でもそれも自己完結だっていう結論にはなったんだけど、うん、あの、やっぱ、あの時、足がもうまた空気を乱してもいいから、やっぱり止めるべきだったな、みたいなのをすごい思っちゃって、まあ、結局こう、まあ見て見ぬふりをするしかないから、足はまあ救助に向かったんだけど、すぐ。まあでもそれってなんか、足の中でこう、まあ悔しいというか、まあなんか、その、やっぱもどかしさ。なんかその、起こることがあらかじめ予期できそうだったのに、その、行動できないもどかしさみたいなのがあって、うん、まあ、その、おさま自身はね、まあ、大丈夫だとは思うけどね。まあそういうキャラというかあれで。うん、大丈夫だとは思うんだけど、足の中でこう、結局同じような場面を見ちゃった時に多分とっさに行動に移したりとか、うん、口挟んじゃう場面っていうのは多分今後も増えてくると思うね、うん、でそれによってなんていうかなあんまりその救急隊の本当の明るさに救われるとかさそういう救急隊が今まで作り上げてきたものとか雰囲気をまあちょっと不器用な形で干渉しちゃう面があるからさとっさの場面でまたやっちゃうっていうのは絶対にあると思ってて、うん、で結局そのまあ足はやっぱりその救急隊もう完全にもう自分が世話焼きすぎな部分とかが大きいんだけど、まあ、救急隊のために救急隊が傷ついてほしくなくてとかまあ救急隊という団体がまあ損をしないように動いてはいたのね。まあちょっと勝手ではあるけど。まあ救助漏れの話とかも、まあその、救急隊、結局個人呼んだ方がいいじゃん。ポンコツ呼んだ方がいいじゃんってなると、救急隊のみんながね、活躍の場が減っちゃうからとかいう感じで、いろいろな形でやってきてはいたんだけど、その、まあ、で、その後、おさむが帰ってきた後に話してたのは聞いてた？C4 をつけられて、通報した。そう、ライデン盗まれかけて、うん、誘拐されかけたけど、うん、ライデン返してくれて帰り、多分帰り際かなんかに C4 くっつけられたけど、平気だったわ、みたいな感じだったんだけど、うん、まあまあ、明るく振る舞ってはいたけど、なんかその、他のみんなにごめんね、迷惑かけちゃうかもって言って、そのまま、落ちてって、まあ、その後は特に、なかったんだけど、うん、そう。まあ、その、まあ、いくらおさむみたいな明るいし、まあ、そのメンタル強めの人で大丈夫そうな人であっても、うん、足的には、なんか、それをちょっと見てられないくて、うん、なんかやっぱ、おさむを次見たときに大丈夫だったみたいなのをこう、声かけちゃったりとか、まあそれが結果的に悪い方向に働いちゃうことが多いんだけど、必要以上に心配しちゃうとかがね、うん、っていう感じで。まあその、前も言ったそのアクションを起こす側と起こされる側では気持ちの持ちようがかなり違うと思ってて、まあこっちにはこっちの事情があったしさ、スイックスでもさ、めっちゃ言ってたじゃん。訓練するからって言ってたけどさ。うん、まあ、でも向こうには向こうの事情があって、どういう考えで、その C4 を設置したとか、どういう考えで、その、ことの始末をつけるかとかいうのも結局、向こう次第じゃん。うん、っていう状態が、まあ、すごくこの後も続くって考えると、まあっていう。まあ結局その、いや、こっちは公務員で、その訓練してたんですよって。あ、光を。言われて、もうさ、
あの、そんなん知りませんよ。だってこっちはギャングですよ。何言ってるんですかって言われたら、もうそれでおしまいじゃん。うん、そう、っていう状況だから、そう。私は今でも救急隊のみんなのことが好きだし、まあ、その、まあ、できれば離れたくないっていう気持ちもあるんだけど、まあその、私はその、大きな流れとかは変えようとは思わないから、前も言った通り、その街を変えようとか、その、システムとかパワーバランスとか、その辺を変えようとは思わなくて、でもまあ、でも救急隊は大事でっていう、まあちょっとジレンマを抱えてて、まあだから、まあ市議会とかに出たりとか、もう、まあ、しなかったし、まあまあ、前も言った警察に行って、もうちょっと前線で活躍したいとかいう気持ちもないし、っていう感じで、まあまあ、救急隊のために動いてたつもりだったけど、まあ結果的には、救急隊の雰囲気とか歴史とかを、まあ否定することになっちゃって、っていうことがあって、うん、まあ結構もう話してるけど、ここ最近もうなんていうかな、その一番最初にさ2人でさ、そのリーさんの時とかに話した時にさ、うん、警察襲撃とかが起こらないと、うん、そのまあ起きそうみたいな話してたじゃん、その、うん、言うたら。で、ロケットランチャーも手に入れてみたいな。うん、言ってる矢先さ、もうここ直近でさ、3日連続警察襲撃にもあってるし、その、それが2週間前くらいかな。うん、その、アーシの不安が、なんかよりアーシの想像を超えて現実化しちゃってきてて、大型犯罪とかも、まあ、同時多発はあったけど、大型犯罪プラス警察署襲撃みたいな、少なくとも2つ以上のギャングが絡む、で、協力多分して動いてる。まあ、わかんないけどね、実際は。けど、ああいうのがずっと続いてるから、まあまあ、その、街の歴史からすると小さなことかもしれないけど、ちょっともう足はもう警官のダウンがさ、出るたびにもうヒヤヒヤして、もうただの事故でしたみたいなこととかも多いんだけど、もう、警察署に行くのも、まあまあ、その覚悟を持って、行ってる。まあそれに関しては別に自分がやりたいからやってるんだけど、相当の覚悟を持って、その、一個一個に対して動くっていうことになってて、そう。っていうのはあるね。そういう気持ちになるのもちょっとあれだし、同じ隊員がもしかしたらそういう危ないところに行って危ない目に遭うかもしれないのも見るのも辛いって感じ。そうだね。まあそれがなんかそのじゃあ退勤すればいいとか、じゃあちょっと出動を抑えればいいとか、そういう話じゃない。そうだね。その自分の代わりに誰かが行ってたらって考えたりするのも、なんか、もうヒヤヒヤして怖くなっちゃうから、うん、って感じで、かなぁ。まあ、それはなんか本当に救急隊が悪いとかじゃなくて、うん、うん、でも、まあそういうその自己完結っていう方針の中だから、うん、足が変に動いたらさらにことが悪くなっちゃうっていうことになっちゃってたから、そう、めちゃくちゃ考えたんだけど、そうだね、その、まあ、修も多分割と平和に生きたい派だと思うんだけど、まあそういう人が、うん、まあ、まあそういう目に遭っちゃったっていうのを見て、まあ少なくとも修はわからないし、救急隊でもどう捉えてるかわかんないけど、足の中ではもう本当にめちゃくちゃ後悔して、めちゃくちゃヒヤッとした出来事ではあったんだよね。っていう感じかな。固まったの？
そうだね。あの日に、あの後、考えて、もう、まあまあ結構揺らいでるみたいなのは、言ってたんだけど、メキラにはね。うん。けど、まあまあ文化祭のが昨日あったりとかして、まあちょっと、ね、まあ、街全体のイベントとかっていうのもあるとかも含めて、ちょっと、まあ今日になっちゃったんだけど、まあ、救急隊で、でさ、まあ、いろんなギャングと絡むし、警察とも絡むし、市民とも絡むしって感じで、なんか、薄く広く関わるからこそ、いろんなものが見えて、早番でね、二人でよくやってるからこそ、その、もう特に、その、ほとんどの事件に二人で関わるってことになってるから、そういうのをこう、なんとか伝えなきゃっていう気持ちがあって動いたんだけど、まあそうだね。私は、うん、ちょっと待って。いいよ、ごめんね急に。え、でも助かってることの方が多かったけどな、なんか、うん、迷惑かもって言ってたと思うけど。もう、メキシさん、本当にごめんね。なんで泣いてんの？それは困る。泣くのは私の役だから。いや、ちょっと本当にもう。ちょっと待って。うん。ちょっと待って。一緒に頑張ろうって言ってきた。え、でも、これからどうするとか決めた？まだ全然決めてないけど。多分、受け入れてくれるところに行くと、うん、ことになると思うから。うん、ギャング多分分かんない、うん、そんな簡単には入れないかもしれないけど、まあ、うん、うん、人は打ってほしくないけど、でも、お前、引き止めたいよ、正直。でも、もう決めてるってことだもんね。そうだね。うん。でも、ギャルが、ね、一緒に頑張ってくれたことは、残るから、うん、し、これからも大切な友達だと思ってるし、仲良くしてほしいなって思う。複雑だけど、うん、私から伝えられることはそんな感じかな。うん、やだな。うん、話もまあできれば、うん、まあその自分のその方向性みたいなのが多分発揮できるのは警察とか市議会だとは思うけど、うん、キャパオーバーになっちゃうのはもう目に見えてるし、むしろ足引っ張っちゃうのはもう今までの足の人生の中でも分かりきってるから、うん、余計、まあ潰れちゃうし、目、より多くの人に迷惑かけちゃうっていうのはもう、わかる、切ってるから、足はもう、まあ足、ギャルがギャルでいられる場所があれば行こうかなって思ってるかな。まあ一番最初にメキーラにちょっと伝えたくて、ごめんね、ヘリのあれがあったんだけど。大丈夫。うん、
ありがとう、うん、教えてくれ。一応あの五者面談のこの銀と真白には伝えようと思ってて、うん、と他の人にはちょっと本当に申し訳ないんだけど、うん、間接的に言ってもらう形にしようしてもらおうかなと思ってて。辛いよ、ま、そうだね、辛いし多分そのまあそうだね、まあ、できれば一人一人話したいけどって感じ、うん、まあでもあとイチゴが、うん、ちょっとまあ新人で足が結構面倒見てたからイチゴには伝えようかなと思って、あんまりこうこういう話をこう全員にしてもまたそのなんていうかな、まあ、もし貸したらそのなんていうかな、今後生きていく上でお互いが辛くなっちゃう可能性もあるから、うん、最小限にしとこうと思ってて、うん、そうだからまあ本当は誰にも伝えずにっていうのも考えたんだけど、うん、アキーラにはやっぱそこも含めて話したいなと思って。楽しい思い出もあった、アキーラ。それはもちろん楽しかったよ、ずっと。うん、うん、楽しくなかったらこんなに毎日謝ってこないし。でもまあそのまあ、みんなの楽しいをちょっとこう知り休みに寄せちゃってる部分もめちゃくちゃあっただろうから、うん、そうやって真剣に考えられるギャルのこと私は好きだったよ、好きだったっていうか好きだよ、うん、ありがとう、うん、できればミキラのウクレレと歌を聴いてたまに受験に行ってみたいなちょうどいいのがね、一番いいんだけど、うん、もうそうも言ってられなくなってしまって私のその不安みたいなものがちょっとずつ現実になっていくのが怖くて、うん、なんかうまく肩の力抜いて、うん、過ごせる場所ができれば私はそれでいいか、うん、ありがとう。うん、でもなんかもっとなんか早く気づいてあげられなくてごめんね。いやいや、それはもうめちゃくちゃ言ってたから、うん、私の言ってたことは本当に思ってたこととかは全部メキラに言ってるから、うん、むしろ話せる相手がいなかったら私も多分潰れちゃってたから本当にメキラには感謝してる。平気？ごめんね、ちょっとイチゴが19時に退勤するって聞いてるからちょっと一言でも、うん、分かった、ごめんね、ちょっとまた後でイチゴに伝えた後もうちょっと話そう、うん、ごめんね、うん、ありがとう。